私の推し世界遺産1154分の1。世界の道を知るきっかけです。今回のゲストは嗅覚チャンネルのりょうちんさんです。よろしくお願いします。わー、オーディエンスの皆さんありがとうございます。今日もオーディエンス付きですか ね素晴らしい、ありがとうございます。嗅覚さん月間でございます、私チャンネルで。本日からありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にね、いつもまあ動画で見ているこの画角に自分が入れるとは思ってなかったんで、めちゃめちゃ光栄です。めちゃくちゃイケメンです。そんなことないです。最高。やっぱファンがつくのも分かります。ついてないですよ。いや私もファンですから。あ、本ですか、ありがとうございます。嗅覚チャンネルというね、チャンネルを運営されてますりょうちんさんなんですが、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、ちょっと簡単にプロフィールをご紹介いただいてもよろしいですか。はい、わかりました。まあ、仕事をしながらですね、嗅覚チャンネルという YouTube を、まあ、もう一人のイワイワイという、人間とですね、やらせてもらってまして、まあ、嗅覚チャンネルというのが、まあ、いろんな資格をこう社会人2人の男がですね、取っていって、まあ、どれだけその役に立てるかどうかみたいなところを、トライしていくチャンネルとして発足して、まあ、その一環として、ね、こういう世界遺産検定を勉強させていただいているという状況でございます。すごいですね。なんか岩井さんの話だと、りょうちんさんが世界遺産検定受けようよって言ったということだったんですが、本当なんですか？そうですね、まあ、オフレコにはなるんですけど、手の届きそうなというか、まあ、割とそんなにその長期戦じゃなくて、ちょっと勉強すれば取れるんじゃないかなっていう資格を選んでいく中で、偶然この試験の日程があったのがこの世界遺産検定なんで、割とこの入り口としてはちょっと不順なんですよ ね我々は。いや、でも私もそうですよ。3級、あ、合格率がたくさん半分以上だなとかっていうのを考えたりとか。あ、ほんまですか。はぁ、受けましたよ。まあ、じゃあ同じな感じですかね。同じな感じ、みんな一緒ですよ。それがまあきっかけっちゃきっかけですね。はい、こ、はい、んな資格取られてると思うんですけど、りょうちんさんって何者ですか？何者？どこら辺出身なんですか？あ、出身は大阪なんですけども、うん、で、まあ普通に、まあ、社会人、うんうん、じゃあ岩井さんとはどういうつながりで出会ったんですか？はい、あの人とは大学の同級生なんですよ。あ、そうなんだね。学部は違ったんですけど、まあ、サークルで一緒になって、まあ、結局こう卒業してからも、まあ、付き合いがあってという感じですね。そのサークルって何ですか？岩井さんが、まあ、今まだやってるんですけど、音楽関係のサークルで。はい、じゃあ音楽やるんだ。すごい。それを私ギターを弾いたり。言うてもだいぶもう離れてるんでね、あんま言いたくないですけど。いやいや、かっこいい。軽音部みたいな感じ。あ、もうまず軽音部。はい、エレキの方、それともアコギの方？めっちゃ聞いてきますね。めっちゃエレキです。エレキです、はい、エレキ、はい、ポイ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 。そうなんだ。オリジナル曲とかあるんですか？ちょっとオリジナルとかもやりつつありましたね、時期として。聞いてみたい。聞けないんですか、どこで？聞けないですね。聞けないですね。待つってことですね。そうですね、うん、いつか、うん、機会があれば。いや、楽しみにしましょう。嗅覚さんっていろんな資格を取られてるじゃないですか、はい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 、それって、はい、その趣味でやってるのか、それともその、はい、職業に生かすためにやってるのか、いろいろちょっと思ってたの。なるほど、なるほど、半々ですね。あ、そうなんだ。半々ですね、はい。まあ、最初はまあ趣味っちゃ趣味なんですよ、はいはい、で、まあ、ドローンの資格取ったりとか、まあ、FP 取ったりとか、危険物とか取ったりで、今測量司法っていう、はい、なんかもう理系畑にこう進んじゃってるんですけど、やっちゃってますね。まあ、それはちょっと実際取ったら、まあ、仕事に活かせるかなとか思いつつ、はい、やってます。でもお二人は文系なんでしょ？そうなんですよ。すごいね。分数の掛け算が解けないぐらいなんですよ。へー。それを今だからルート平方根はどうのとか、うんうんうん、三角関数がどうのとかっていうのを今やってるっていう、うん、はい。じゃあ勉強家なんです ね、 ね。まあ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 、うん、伴ってないですけど、まあそういう、まあ、一歩一歩やっていくのは好きかなというところですかね。なるほどね。で、趣味はどんなことなんですか？趣味、うん、趣味は私読書。お、もう東の敬語マニア、マニアというか。そうなんだ、はい、結構推理系が好き。推理系好きで、はい。
なんでまあ東の敬語は一応もう100冊近くこう本棚にほとんど揃えてる感じです。何が一番好きですか？何がどうでしょうね。赤い指とか。赤い指。多分ね。どんだけ？ま、あの阿部寛が主演でやってた加賀恭一郎シリーズっていうドラマがあって、はい、まあ、それの、まあ、一編なんですけどね。非常にこう人間ドラマと推理とかこう合わさって非常に感動する作品です。すごい目が輝いてるから。世界遺産検定受けて、はいはい、すっごい変わったなとか良かったなとかこれ活かしてますみたいなのがあったら教えてください。はい、まあ、まだ私受かってるのは2級なんですよ。はい、で、まあ、かたやその岩井さんは、まあ、マイスター、はい、マイスターなんですよ。からね、だからちょっとねその、まあ、負い目を感じる部分はありつつなんですけれども、はい、それとそのあんまり大きなことは言えないですけど、私その、まあ、日本史専攻やったんですよ、はい、で世界史はもう全く分からなくて、もう世界地図も全く分からなかったんですよ。でなんですけど、やっぱあ、ほんまですか？ですけどやっぱり、まあ、ニュースとか、まあ、見るじゃないですか、大人なんで。でその時にこう、あの地域で起こってるああいう出来事なんだとか、そういう何て言うのね、こう日常に転がっているその出来事ニュースとかを見る目線というか解像度というか、はい、そういうのがやっぱり自分の中で上がったなっていう印象はありますね。いいですね、やっぱり、豊かになったんじゃないかなというふうに思います。はい、結構この間もね、ミイラ店行かれて新長老の話してましたけど、そうなんですよ、ね、そうなんですよ。あれもだから世界遺産検定を勉強してなければ多分まあ、見に行ってなかったと思いますし、うん、あそこでねミニオンと、ミイラ店のコラボのクリアファイルなんて今までは全然興味なかったんですけど、まとめ買いしちゃうぐらい好きになっちゃったんで。そうなんや、うん、やっぱりそういう影響はありますかね。じゃあここで、はい、りょうちんさんにクイズです。はい、じゃあじゃん、はい、この今後ろに見えている姫路城、はい、あの一番上にある破風は何というでしょうか。え、これって問題出される動画でしたっけこれ。一番上に見えている正面の破風、あれは何破風でしょうか。え、教えてもらいたいんですけど。空破風。ピンポーン、すごい。いや、1級合格できそうですね。あ、ほんまですか。はい、1級これ3回落ちてますからね。これからですよ。大丈夫ですか。はい、次はいつ受けるんですか。次ね、本来やったら7月にあると思うんですけど、ちょっとまあいろんな都合で、12月に、はい、挑戦したいと思っております。一緒にね、勉強されるというね、はい、一緒に受けるっていう方もいらっしゃると思います。なんか意気込みを。そんなね、まあいや、そんなこと言えないですけどね。まあちょっと一回お休みさせていただいて、まあ、次12月に向けて、まあ、今度こそね受かりたいと思ってますんで、はい、まあ、複数回受験されてる方も多分いると思うんですよ、はい、私以外にも。なので、まあ、こんなやつがいるぞということを、まあ、心のどこかに留めていただいて、一緒に頑張っていきましょう。イエーイ、励まされてると思いますよ。ほんまですか。両人さんファンがね、たくさんのファンがいらっしゃるから。見えないファンがいるんですかね。マイフェイバリット、日本の文化遺産、明治日本の産業革命遺産です。明治日本の産業革命遺産です。おー、はい、産業遺産来た。なんで明治日本。あ、そう、まあ、世界遺産検定を、はい、まあ、勉強し始めたのって、まあ、ここ 1,2、はい、年なんですよ。はいはい、なんですけれども、まあ、それよりも前に、うん、世界遺産というものを意識したきっかけっていうのがこの、まあ、明治日本の産業革命遺産なんですよ。へー、はい、うん、なんで、うん、だって一番多分マニアックな逆に世界遺産って言ったらやっぱ姫路城とかさ、屋久島とかじゃないですか。富士山とかですよね。そうそうそう、はいはいはい、というのが、うん、ちょうどね、まあ、10年ぐらい前やったと思うんですけど、はい、この明治日本の産業革命遺産が、うん、暫定リストに登録されるかどうかっていう時期が多分2008年9年とかやったと思うんですよ。でそれでニュースでこう盛り上がってる最中に、ちょうど九州に旅行に行く予定ができたんですよ、一人旅で。
で、でまあ、その2008年9年から、まあ、2年ぐらい経った後やったと思うんですけど、うん、でそのタイミングで旅行に行くきっかけができて、うん、あ、軍艦島上陸できるようになってるらしいやんっていうことを知りまして、でちょうど一人旅のついでにぶっつけてちょっと行ってみたんですよ。で、まあ、ツアーに申し込んで上陸できたんですよ、うん、それですごい、ね、あ、これが世界遺産なんやっていう、それがきっかけで、はい、あれさ、うん、上陸も結構な確率でできないらしい、はい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 、ですよね。すごいラッキーで、だから私あの2日一応日は設けてたんですけど、うん、もう問題なくその1日目で乗れたんですよ。へー、それで上陸できましたね。はい、じゃあもし知ってたらだけど、うん、その時知ってたらグラバー亭とか行ったの、はい、そう、あ、グラバー、あ、グラバー行きました。グラバー亭行きました。で、ただそうそうなんですよ。まさにこの感じればね。感じれば、はい。感じれば、あ、これもなんめっちゃでかいなっていうのは覚えてた上で、やっぱりね、世界遺産を勉強すると、あ、やっぱり世界遺産なんやっていう、うん、後から気づいた感じですね。でもね、うん、その思い出し勉強一番いいよね。はい、あ、やっぱりね、記憶のどこかとこうリンクする部分があったら、一番ね、覚えやすいですよね。うん、なんか、りょうちんさん、はいはい、今どんな感じで勉強してますか？勉強方法。そんな、あれですか、3回落ちた人間に聞きます？いや、もうほら。これはもう次はもう受かるじゃない、はい、で、はいはいはい、受かるための、はいはいはい、多分相当勉強してると思うんだけど、どんな感じかな。あげますね、あげますね。いやまあ実際に、まあ、手前ミスなんですけど、うん、まあ、岩井さんが過去何本も動画を作るために問題作ってるんで、うんうん、まあ、それでちょっと、まあ、模擬試験的に、うん、まあ、勉強したりとか、うん、あとはもうあれですよ、明けさんの動画を参考にしたりとか、あとシュバリエ田中さんのゴロゴロチャンネル、シュバさん、あれはあの特効薬というか、うん、即戦力になりますよね。ね、あんまり落ちてる人間が言うのもあれなんですけど、うん、はい、だから前回から20点ぐらいアップしたのはもうシュバリエさんのおかげだと思います。シュバさんすごい、はい、すごいやな、すごい、ああ、ね、おられますけど、ね、はい、ね、だからまあ動画も参考にしつつ、うん、まあ、岩さんの問題集も、うんうん、参考にしつつですね、うんうんうん、あとは、まあ、まあテキストの読み込みですね。あ、うん、はい、ですよね。でもね、はい、あのりょうちんさんこの間さ、はい、第44回の世界遺産委員会をあのテーマに2級対策の動画作ってたじゃない、はい、あれすごい良かったなと思いました。 あれはもう1日かけて作りました。うん、てかね、あのただ、動画を見てくださってる方に対してはちょっといやらしい問題かもしれないですね。いやらしい、いかにそのお互いをこう間違わせるかどうかっていうところをついてるんで、難問奇問の鬼門に入る部分かと思いますんでね。なるほどね、うん、まあ、解けなくてもあんまり、はい、うん、ショックにならないようにだけ、はい、しといてもらいたいですね。いやね、岩井さんもねちょっと間違えてたもんね、いくつか半分ぐらいね間違えてましたからね、はい、ぜひぜひそれ気になる動画はこちら概要欄に貼っておきますので、はい、よろしくお願いします。嗅覚さん登録してくださいね、お願いします。ね、まあ、いろんな資格を、まあ、取るというコンセプトで、うん、まあ、今回世界遺産検定勉強させていただいてまして、うん、まあ、1級なんとか受かってですね、ダブル1級ダブルマイスターまでいけたらと思うんですけども、うん、まあ、そんなチャンネルを目指して頑張っていきたいと思いますね。ぜひ、まあ、ね、機会があれば見てみてください、はいはい、ではよろしくお願いします。今回のゲストは嗅覚チャンネルのりょうちんさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。